今日の隠し宝箱の場所です。絶運の間のワープポイントにまず飛びます。飛んだらですね、この動画の通りに進んでください。はい、こんな感じでここ隠します。で、こちらの場所ですね、採掘という文字が出るので、まだ撮ってない方いたらぜひ撮ってみましょう。はい、どうも皆さん、こんにちは、なつきです。今回の動画はマルチプレイの人数によって敵の体力がどのぐらい増えるか検証したので、その結果を皆さんに紹介していきたいと思います。先に検証結果を言っておきます。マルチプレイ人数によって増える敵の体力はこのようになりました。だいたいね 0.5 ずつ増えております。2人の時は 1.5 倍、3人の時は2倍、4人の時は 2.5 倍と敵の体力が増えました。こちらですね、約とついてある理由は後ほど説明していきます。このデータに関してね、しっかりと検証方法だったり計算式はこの後説明していきたいと思います。ところで皆さん、マルチプレイの時に敵のステータスが上がるのは体力だけだと思っていませんか？そう思ってる人かなり多いと思います。私もね、この検証するまでは体力のみ上昇すると思っていたんですが、検証してみたところね、他ステータスにも変化が確認できたので、そちらについてもしっかり紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それでは今回行った検証環境を紹介していきたいと思います。まずは検証に行う敵についてですが、種類やレベルが異なると正確なデータにならないため、敵キャラは氷スライムのちっちゃいやつ、こちらのレベル73で統一して検証を行いました。体力の計算方法ですが、録画したものをゆっくり再生して電卓で計算を行っています。氷スライムの正確な体力を1単位で出すことは計算の大変さや攻撃力によってほぼ不可能でした。なので最終ヒット攻撃の数値によってスライムの体力の範囲値を求め、計算式に当てはめることで体力倍率の範囲値を割り出すことにしました。わざわざ出すほどでもないですが、体力の範囲値を求める計算式はこちらになります。この計算式を用いて実際に検証で体力測定を行った結果、マルチプレイ人数によって氷スライムの体力値の範囲はこのようになりました。はい、とまあこんな感じで最終ヒット攻撃ダメを参考に、先ほどの計算式を使って考えられる体力の範囲値を求めました。1人の時はね 11,260 とかなのに、4人の時ね 27,769 と2倍以上の数値になっていることから、結構ね4人のマルチプレイとかのね体力増加バカにできないなという感じで目で見てわかると思います。では早速このデータをもとに体力の倍率範囲値を求めていきたいと思います。体力の倍率範囲値の求め方なのですが、1人の時のデータを基準として2人3人4人のデータを比較していきたいと思います。言葉でね、バーと言ってもわからないと思うんで、実際に数値を出して一つやってみたいと思います。今回やるのは1人と2人の場合ですね、どれぐらい体力倍率値が変わるのかということです。まずは、2人の時の、考えられる体力が一番小さい場合ですね、16,888、こちらを、1人の時の一番体力が多いバージョンで、割ります。なんで16,888割る11,274をします。そうするとですね 1.498 と出ます。なんで、これが一番考えられる体力倍率範囲値の最小となります。次、最大を出すんですが、最大の場合は、2人の時の体力が一番多い場合16,891割る、1人の時の一番体力が少ない場合11,260を行います。そうすると 1.500 と出るので、1人から2人の時にね、マルチ体力の倍率範囲値は 1.498 から 1.500 と、いうことが分かりました。なのでね、大体体力倍率は 1.5 倍になってるんじゃないかなっていう、考えがここで立ちます。1人2人を今やったんですが、3人4人も、パッと計算してみたんで、数値を出します。はい、こんな感じです。はい、これを見てみるとですね、全部の、体力倍率値のところに 1.5、2.0、2.5 が、範囲値に入っていることが分かると思います。なんで、まあ大体ね 0.5 ずつ体力が増えてるんじゃないかなっていうのがほぼ確定で、考えていいと思います。で、一応ですね、他のキャラクターでも検証してみようと思ってですね、レベル88のヒルチャールで1人の時と2人の時で、めちゃくちゃね最終ヒット攻撃ダメを少なくするように、頑張ってやって計算してみました。その結果が、こちらになります。はい、ちょっとね、何回も計算し直したんで計算ミスはないと思うんですが、1.5037 から 1.5045 という数値になってしまいました。なんで、一番最初の方でね、約とつけさせていただきました。まあですが、まあ普通に考えて 1.5 倍、2.0 倍、2.5 倍って考えていいと思います。はい、ということでですね、敵の体力の倍率範囲値は、そんな感じでね、皆さんに伝わったかなと思います。で、ここからですね、冒頭でも説明したんですが、敵のね体力が増えるだけではなくて、もう一つねステータスが上がることが分かりました。それがなんと攻撃力になります。なんでね、4人の時とか3人の時でやると、敵の攻撃力がなんか痛いなって感じたことね、多分あると思うんですよ。実はですね、敵の攻撃倍率が上がっているということだったんですね。はい、で実際に、どれぐらい上がるのかね、検証した動画があるので、その動画を見ながら、説明していきたいと思います。
はい、ということで今回の検証ですね、火ダメを食らうのはウェンティ君、そして、攻撃してもらうのはね、このレベル80のヒルチャールに攻撃してもらいます。でこのねヒルチャールには何個かモーションがあるので、1つのモーションの、やつに限定してしっかり計算をしていきます。この通常殴り、これがまず1人の時は1538ですね。はい、こっちが、2人の時になります。2人の時のこれがね、これはあの銃撃みたいなもんなのでこれは無視します。普通のね一発殴りの時の数値を出します。はい、1692ですね。2人の時が1692です。はい、これが3人でやってる時です。はい、こちらが1922になります。はい、で次が4人の時ですね。これもこの数値は、3連撃目のね攻撃なんで無視します。普通に殴るやつを待ちます。はい、こちらが2153という感じですね。はい、ということで、攻撃の、数値を4ついっぺんに出してみたいと思います。はい、こんな感じで1人が1538、2人だと1692、3人だと1922、4人だと2153という結果になりました。でこれをですね、2人の時割る1人の時、3人の時割る1人の時、4人の割る時割る、1人の時で、計算してみるとですね、攻撃倍率がこのようになりました。はい、こんな感じです。 1.1 倍、 1.25 倍、 1.4 倍と、なんかね増え方が一定ではないんですが、ぴったりとねこの数値になります。なので、マルチプレイ時の敵の攻撃力の上昇率、こちらはですね1人の時は1倍、2人の時は攻撃力が 1.1 倍、3人の時は 1.25 倍、4人の時は 1.4 倍、攻撃力が上がって、いるので、結構ね4人の時とかでやってしまうと、敵の攻撃力が 1.4 倍になっているので、ね、かなり痛いということが分かりました。一応ですね他のキャラクターでも検証してみました。こちらの氷スライムですね、こちら映像、全部出す必要はないと思うので、もう結果だけ先に出しておきます。はい、こんな感じですね。1人の時が498、2人の時が548、3人の時が623、4人の時が698、こちらも計算してみたところ、攻撃倍率は 1.1 倍、 1.25 倍、 1.4 倍という形になりました。なので攻撃に関しては 1.1 倍、 1.25 倍、 1.4 倍と、もうこちらで確定だと思います。いろんなキャラクターでね変えてやってみたんですが、これはしっかりと倍率が出ました。なんでね皆さんもマルチプレイをする際はよかったら参考にしてみてください。はい、ということで今回は、マルチプレイをするときにですね、敵の体力倍率の変化、そして攻撃の倍率の変化を紹介していきました。皆さんね意外と知らなかったのではないかなと思っています。いやもしかしたらね知ってる人は知ってたかもしれません。そしたらごめんなさい。ということでこれからも、原神の攻略動画、そしてですね原神の曲をピアノで弾いた演奏動画出していきますので、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。